そしてなんと屋上を開放してるので、ここが衣装展示スペースです。いつかここを借りたいと思います。ということで、ザ・ベースのイベントにやってきました。6月の1日2日と開催していた新作帰ってきた危ないデカのタカ&ユージの探偵事務所、こちらの開放していたイベントですね。このレパートが先日の横浜スタジアムでタカとユージ、タツタキョウエさんが乗って会場に現れたレパートですね。ということはあそこに乗っていたと。僕もこれ乗ったんですけどね、お二人が乗った後に乗りたかったらね、ちょっともう一回乗せてもらえないかなと交渉したいと思うんですけど、まさにもう絵が見えますね、お二人が球場に行った絵が。ちなみにこれは原作のその新作で出たのとは別ですよね。ただ綺麗、内装もすごいし、こだわりを。そしてもうお尻も綺麗なことっていう感じで、このゴールド、そしてこのフォルム、たまりません。なるほど、今日は上がれるけど普段上がれないらしいですよ。これは来てよかったかも。3階が展示だそうで、うわでももうこの建物も由緒ある感じで、展示はこっちですか？衣装ですね。今日はベースで行われている展示、レパードの展示と衣装の展示、そしてなんと屋上を開放しているということで、ここが衣装展示スペースです。このね、D&Y 探偵事務所のこのボードがありながら、おなじみのぜひ新作を皆さんもう何度も見に行ってください。何度も見に行ったらもしかしたら、もしかするかもということで、ここはボードの音の切り抜きと、これはね、あのアブデカのマニアックスでちょうどここにベースが出てるんですね。まだお買い求めてない方はぜひアブデカマニアックスも。でそのまんま、あ、そう、これだ、屋上のシーンはこれですよね。これが上で行われてたという、あとこれか。いや素晴らしい。こちらが横浜スタジアムでのセレモニアルピッチイベントで最後贈呈されたユニフォームですね。サインが入ってます。かっこいいですね。この時の恭平さんのピッチングのその足の上がり方もうすごくて圧巻でしたね。70代のキレじゃないです。そしてタチさん の, あのジャッジメントというかね、審判の仕草もダンディでしたね。こちらは上大岡のイベントでも展示されていたところなのでさーっと撮りますが、次衣装ですね。これはですね、上大岡の方では展示されてなかったので、こうじっくり見たいなと思って撮ってきました。穴が開いてる箇所そのまんま、はい、劇中で使用された衣装ですね。右側がユージの衣装ですけども、左側タカの衣装によっていくと、これが分かりますかね、あのチョークストライプといってストライプが走ってるんですよ。そしてこのネクタイの柄、ここまでね分かるのたまりませんね、全体の感じと。そしてちょっと引きでね、そのスペースを取ってみました。はい、この等身大というかね、パネルとT&Y ディテクティブエージェンシーと。うわすげえ、
こんにちは。あら、これすごいね。いいとこですね。来ました。これ多分そう、引きで撮った方が多分いいっぽいですよね。ここなんと、T&Y 探偵事務所の屋上。まあ、もうネタバレしてもいいかな。多分このどっかで恭平さんが洗濯物をね干したり、パーティーがね行われて、多分ここでダンス踊ったりしたとこじゃないかと思います。いや、通常ここ入れないらしいので、今日は特別に入ってるんですけど、いいですよ。あのレンガの感じもねいいしね、情緒がありますね。いつかここを借りたいと思います。ということで、今日の動画の締めくくりはこの屋上の空間を広角レンズで撮ってみました。ロケ地を好きな方もいらっしゃるんでね、何か参考になればと思います。ということで、動画見ていただきありがとうございます。Thank you.
アブデカファッションプロダクト復刻企画第2弾の最ものタカの3ピースですね。このねポケット手入れる仕草、それから V ゾーン、ベストの形とかね、まあかっこよくてね、こう浸っちゃいますよね。もう横浜歩くのが本当幸せな思考の一着ですね。もう360度かっこいいですし、そこの風格、男らしさとかダンディズム、色気みたいのがもう存分に味わえる、ほんと特別な一着です。ぜひ見てみてください。こちらがアブデカファッションプロダクト復刻企画第1弾のユージのステンカラーコートですね。もうポイントはこの襟です。襟見ていただくと、この立ってる感じ、それからこのシワ感とこの光沢、ドレープですよね。このあたりをなるべく忠実に再現した形で復刻してみました。動いたりするとちょっとひらっと動く感じ、走ったり時にもすごく軽快で、有事の気分が味わえる一着になってますね。ほんと横浜歩くと気持ちがいいコートです。ぜひ見てみてください。